皆さん、はじめまして。今回からマインクラフトを実況します。相川さくら、というものです。名前だけでも覚えてもらえると嬉しいです。今回は、キューブワールドというモッドを見つけたので、それをプレイしていきます。マイクラ初心者なので、よくわからないことも多いですが、頑張って実況していくので、応援してくれると嬉しいです。ワールド名は、ガラスに囲まれクラフト。これにした理由は、なんとなくです。あとは細かい設定をします。ワールド生成なのでカット。生成されました。こんな風に、世界がガラスで囲まれてしまいます。この限られた世界でどのように過ごしていくかが重要になってきます。で、なんじゃこりゃー。めちゃくちゃモンスターが生成されていくんですけど、こんなことってあるのか。実況する前に何度かこのモッドで遊んだんですけど、こんな現象が起こったのは初めてです。ちょっとテンション上がってます。テンションが上がったせいか、なぜかカボチャを取りまくっています。何やってるんだろう。気を取り直して木材を手に入れます。あと、ちょっと画面がカクカクすることがあるけど、あまり気にしないでね。作業台をクラフト。次に、斧とツルハシをクラフト。まずはこのガラスの中に生えている木を、全部切っちゃいます。単純作業なので2倍速。いやー、倍速は気持ちいい。全部取り終えました。カットオールのおかげですね。ついでにサトウキビも。もう一度さっきのとこを確認。うひゃー、さらにすごいことになってる。この中にスポーンしていたらと考えると。とんでもない。この環境をどうにか活かしたいけど、まずはここでの生活を安定させることを最優先にします。かまどをクラフトするために石を掘ります。なんか砂利がいっぱい出てきた。これは嬉しい。シャベルをクラフトして、早速掘ります。砂利があると、後々すごく便利なので、これも全部取っちゃいます。持ち物が多くなってきたので、チェスト。これで資源も安心安心。種を集める作業をしてたら、いつの間にか夕方になっちゃいました。急いでかまどを作らないと。やっとこさ木炭が2個できました。これで全部湧き潰せるといいんですが。っていうかそろそろ時間がやばい。ガラスの中で湧き潰しを忘れるとどうなるか、痛いほどわかっています。さっさと置いちゃいましょう。その後松明を追加して、モンスターはスポーンせずに済みました。一箇所で大量発生してたからかな?まあ、とにかく、無事で何よりです。ちょっといいこと思いついちゃいました。夜はあまり外に出ない方がいいんですが、ちょっと興味が湧いたので、それを実践しようと思います。あとはここを、こうして、やったー、トラックタワーもどきの完成だー。でも、あんまり寄ってきてくれないか、残念。あ
イテムは取れなくても、経験値稼ぎにはなりそうです。これは改良の見込みあり。ここが邪魔ですね。よし、これでオッケー。うわぁ、危ない危ない。びっくりした。本当に死んだと思いました。近づきすぎるとダメなのか。うわぁ、危ない危ない。結局、戦利品はちょっとだけでした。ここでようやく、お腹が空いていることを思い出しました。最初に取ったリンゴをむしゃむしゃ。うまい。ちっちゃい畑も作りました。これで食料問題も解決傾向です。はい、というわけで、私の初めての実況、いかがでしたか？質問やご感想などあれば、コメント欄に書き込んでくれると嬉しいです。中の人めっちゃ喜びます。これからもぼちぼち投稿していくつもりなので、今後の活躍にご期待ください。というわけで今回はここまで。ご視聴、ありがとうございました。